仕事がすごくうまくいってるのに不幸になる理由。四谷泰孝さん、複数の占い師からあなたは晩年にかけて運気が良くなっていくと占われて、その通りになっています。しかし贅沢にも幸せになりたいドーパミンが過剰発生しています。幸せになっているのにさらなる幸せを渇望する状態に対して、樽を知るという境地に立ち返るには、今を生きるの他に樺沢セスのおすすめの初心に帰れる考え方を教えてください。3つの幸福という樺沢の本があるんですけども、ぜひね、幸せになりたいという人はぜひ3つの幸福という本を読まれると非常に腑に落ちると思います。その内容を言いますと、セロトニン的幸福、健康の幸福ですね。そしてオキシトシン的幸福、人とのつながり、愛情の幸福。そしてドーパミン的幸福、仕事の成功とかお金とか達成感とか承認欲求とか、そういったものがドーパミン的な欲求っていうことになるんですよ。これが重要なのが、健康をしっかりと盤石なものにして、人間関係を盤石なものにして、その上で仕事を頑張ったり、いろいろそういう成功を目指すっていうのが、脳科学的に心理学的に見て非常に幸せに一番近いモデルなのではないかということで、3つの幸福のモデル、幸せの三段重、セロトニン、オキシトシン、ドーパミンというモデルを提唱しているんです。私はこれ非常に確からしいと思うし、幸せという全ての事象をうまく説明できるんですね。だからこの安高さんの場合で言いますと、ドーパミン的な喜びがたくさん発生しますとですね、不幸になるんですよ、確実に。これ間違いないんです。だからセロトニンがあって、オキシトシンがあって、ドーパミンがこんなでかかったら、グラッとこうおかしくなるに決まってるわけですよ。例えば皆さん、今の2倍仕事が来たらどうですか。今の2倍仕事が来たら、今の2倍給料が増えるんです。素晴らしいじゃないですか、こんなに仕事が。だけど睡眠時間も足りなくなるし、友達と会ったりする時間も足りなくなってしまうから、疲れてしまってどっかで病気になったり燃え尽きたりしますよね。だから仕事があまりにもうまくいきすぎたり、何かそう引っ張りだこになりすぎちゃったりしても疲れちゃうんですね、これは。だからそういう時こそ何が必要かというと、セロトニンとオキシトシンの基本ですね、そこを盤石にしていくってことがとても重要です。だからもう一度睡眠や運動や朝散歩といったものをして、心と体をちゃんと整えていく。間違いなく仕事が忙しくなってる人って睡眠時間が減ってきちゃったりしてるんですね。それで体調不良になってくる。そして今度そうなってくると、例えばね、不注意になったりですね、あと感情的にもイライラしたり怒りっぽくなったりすると、人間関係が悪くなってくる。せっかく仕事がうまくいくかと思ったら、なんか大切な人とこう喧嘩してしまったりとか、そういうことが起こってきてしまうので、人間関係っていうものをもう一回盤石にしていく。この健康とつながりっていうものを盤石にしていくことで、ドーパミンっていうのはどんどんたくさん乗るようになってきますので、うまくいってる時ほど健康大丈夫かな、睡眠きちんと取れてるかな、朝散歩とかちゃんと時間を取って、セロトニンも整えていかなきゃね、忙しい時ほど自分にとって大切な人と、パートナーであったり奥さんであったりお子さんであったり、そういう人との時間っていうのを仕事のせいで少なくなってしまったりする、そういったものをあえて大切にしていくってことをしていかないと、どっかで燃え尽きてしまうってことが往々にしてあります。ということで、仕事がうまくいってる人、仕事で忙しくなってる人、うまくいってるから幸せになれるっていうのは、セロトニンとオキシトシンが盤石な場合においてのみ有効な理論になってくるので、まずは健康とつながりというものを改めて再確認していくと、さらにそういった仕事の方がね、順調に軌道に乗っていくと思います。樺沢旬の新刊、精神科医が教える幸せの授業、11月29日発売。たった30枚のイラストで幸せになる方法が分かりやすく説明されています。イントロダクションは漫画で書かれているので、誰でもとっつきやすい一冊です。最初の29ページから読める無料版 PDF、 今すぐダウンロードして内容を確認してみてください。